古瀬栄里は、日本のフリーアナウンサー、グラビアアイドル。オフィス2-1所属。山形県尾花沢市出身。身長157センチメートル。スリーサイズ、B95、W60、H89 センチメートル。胸のサイズは、H カップ。山形県立新城北高等学校、玉川学園女子短期大学卒業後。 玉川大学に編入学し卒業。母は教員で校長を、父は会社の支店長などを歴任した固い家庭で育った。2000年4月、NHK 山形放送局に契約キャスターとして入局し、キラリ、山形などに出演した。2003年6月に放送された NHK の東北地方ネット番組。 ウィークエンド東北で山形局からの中継に出演した際、そのバストの大きさに仙台局の MC 担当アナウンサーも驚いていた。これが後にスポーツ紙の話題となった。2003年6月中旬、スポーツ紙に推定エッジカップと言われる巨乳と出身地、小花沢の名産品であるスイカを引っ掛けて、スイカップと大きく取り上げられ、後のあだ名となった。 2003年夏、当時、サッカー j ニモンテリオ山形の監督だった、柱谷光一との不倫疑惑が写真週刊誌に報道された。古瀬は王子を振り返り、柱谷さんとは本当に仲が良かっただけ。私は男女の友情は存在すると思っていたので、男性の友達にも平気で連絡も取り合いますしね。でも、既婚者が相手なのに、 少し軽率だったかもしれないなと思い反省しました。と10回している。2003から2004年、不倫疑惑と共に NHK 山形放送局との契約切れ後の同行が話題になった。巨乳タレントを多く抱える芸能プロダクションのイエローキャブが獲得に乗り出すのでは、とも報道された。2004年3月、NHK 山形放送局と契約が切れ、 オフィス21の所属となった。2004年5月30日放送の世界ウルルン体在庫でオトに所属5発のテレビ出演をした。さらに2004年9月から放送された TBS 系の昼の情報番組情報とってもインサイトにコーナーレギュラーとして出演。2005年4月の番組リニューアル後も引き続き出演していた。2006年 週刊現代で初めてグラビアに挑戦し話題となり、それ以後同士や青年向け漫画雑誌などで、しばしばグラビアを飾るようになった。本職のアナウンサー業では、2006年3月から2007年3月にかけて、パソコンテレビギャオの生放送番組のキャスターを務めたのを皮切りに、バラエティ、気候番組、番組案内など様々な番組をこなすようになる。 2007年10月から1年間、フリー転校後では、初のラジオのレギュラー番組、TBS ラジオの中村直人ニュースプラザでアシスタントを務める。2011年8月上旬、8歳年上の当時41歳の一般男性と結婚、妊娠4ヶ月であることが報道される。同年12月28日をもって産休に入り、 レギュラーアシスタントを務める放送媒体等は一時、交番扱い。2012年3月、男児を出産、一時の母となる。巨乳であることと、出身地、山形県名産のスイカにちなんで勝手に名付けられた、スイカップというニックネームで全国での知名度が高まった。東京進出当初はそのニックネームを嫌い、世界ウルルン滞在期の出演記者会見において、 巨乳に注目する取材記者陣に対し、スイカップと呼ばれたくない、フルセイリって呼んでくださいと発言した。この直後から当初は報道キャスターを死亡し、胸や色気を売り物にしない姿勢をとっていたが、2006年のグラビア出演以降は、バラエティ番組で、自ら巨乳をアピールすることも多くなっている。21世紀エジソンの残念な伴尊では、残念な胸と悩みを打ち明けながら、 衣装からはその巨乳をアピールするかのような露出だった。同じくたけしの TV タックルでは、巨乳は、損と言いながら、同じく衣装から巨乳が溢れ出ていた。夫から、スイカ模様の植物をプレゼントされたことを自虐的に、ブログに記載している。中学校教員一種免許や野菜ソムリエ、マネーマネジメント検定一級の資格を持っている。今日のと題して、 ブログで様々な酒を紹介している。中でも焼酎が大好物で、親友のようなもの。自宅で切らしたことはありませんと東京スポーツのインタビューで語るほどで、2007年夏には、焼酎アドバイザーの資格も取得している。自身のおすすめ焼酎ベスト3は、鳥貝、麦、天下一とのこと。なお酒の強さには相当自信があり、私を潰すことはできませんよ。 お持ち帰りは不可能ですと豪語している。MBS ラジオの番組、こんちはこんちゃんお昼ですよ。で共演している縁もあって、桂米長に検本。米長は写真集と被写体である本人を見比べながら声を失い、これは暗算会なと簡単する。ありがとうございます。